はい、ツーリングでございます。数億年ぶりのマスツーリング、ちょっとねこの日を楽しみにしておりました。いや、なんだったらねちょっとねちょっとしたジムカーナの大会よりもちょっと緊張してこの日を待ってました。なげないですけどね。いや、あいにくの空は曇りというか、なんだったら少しパラついちゃってんじゃないっていうぐらいなんで、山のお天気が心配ですけども、今東北自動車道を走っていて、栃木方面ですね、日光とかそっちの方行く感じなんですけど、ちょっとね誘われて行ってるんでね、もうルートはねお任せしてる、もう任せますという感じで、もうついてきますという感じでね、もう全然何も考えてないんですけどね。いや、もうこの日のためにねスプロケをロングにしております。わざわざスプロケをツーリングできるように、ショート、ジムカーナ用にショートだったものをロングにね変更して臨んでまいりたいと思います。いや、乗りやすいんですよね、めっちゃ乗りやすい。ロングっていうかノーマルなんですけど、ほぼほぼノーマルと同じ減速比なんで、まあ乗りやすいですね。まあそれでもダブルなんでね、そんなに高速巡航得意ってわけでもないんですけど、いや、まあバイクには乗るにしても、まあ、ジムカーナの練習会に月に1回か2回行って、でたまに2、3ヶ月に1回ぐらい大会があって、それに合わせてこういろんなメンテナンスですよね、ブレーキパッドを清掃したり、まあ、オイル交換もしかり、チェーンスプロケ交換しかり、タイヤ交換しかり、ちょこちょこメンテナンスもしなきゃいけないと。まあ、確かにバイクに触れてる時間は長いものの、よし、じゃあちょっと1日かけて遠出するかと、遠出のツーリングをしますかというよりは、ちょっと練習会で走りたいな、あの走り方を試したいなとか、あのセッティング試したいなとか、そっちが優先になっちゃうんですよね。誘われればね、誘われればそれはね行くんでしょうけど、なんか自分でルートを考えてね、ああでもねこうでもねってこうしながら走ることはなかなかないですね。いや、なんかねジムカーナやってる人たちの話聞いてもね、もう基本ももはや公道を走らない、走ることがほとんどないという方がほとんどで、まあみんなだいたいトランポでねクローズドコースを走ってるんですけど、まあでも公道はね、バイクで公道は走らないで済むんだったら走んない方がいいのかなって思う時も結構ねあるんですよ。いろんなこう事故とかね、どれだけ技術があっても避けれないものは避けれないですからね。見てください、私革ジャン着てますからね、革ジャンショットの革ジャンを着てますからね。この革ジャンにエンジニアブーツにデニムのパンツ、ツーリングライダーっぽい格好をしてツーリングをしています。みんな直線飛ばすの好きだよね、本当ね。なんだろうね、まあ公道は走らない方が、走らなくて済むなら走らない方がいいっちゃいいとは言いつつも、オートバイの楽しみ方ってクローズドコースだけじゃないだろうっていうところもあるっちゃあるような、ないような、あるような。なんでね、こうツーリングだとかそういうのもやっぱり行けるもんならね行った方がいいのかなっていうのは気持ちとしてはあるんですよね。あれ、まだ全員じゃないですね。ああ、そうなんですか。おはようございます。佐藤さん。あ、佐藤です。よろしくお願いします。あ、ダブルロックで。ちなみに、あ、手ありますね。東北道も
結構びちゃびちゃだったり晴れてたりびちゃびちゃだったりもうずっと繰り返して、オフ車で来たかったな。出てオフ車だと逆に物足りない。寒っ。焼きそば6つで、あとライスを1つ。かまひこっていうから釜飯でもないんですね。羽賀健治ないない、羽賀健治捕まったばっかりじゃない、適当に言った。適当に。ご飯食べちゃう。すいません。お先いただきます。これ完全に焼きそばです。うん、これあれで締めに食べたい。飲んだくれて締めに。あ、なるほど。いやでも豚骨ラーメンみたいな罪悪感がないから。カロリーゼロ。やっちまった。
いやすごいなこれ深っ、はい、いやよく作るね。資料館入場無料。ダムカレー注文しないと。これから霜降り高原に行って、ちょっと今寒いんですけど、寒い中アイスを食べに行こうと思います。いやいいですね、こうなんて言いますかね、こうツーリングらしいツーリングをしていますね。ちゃんとねご飯を食べてダムを見て、そしてソフトクリームを食べるという、でちょっとしたうねうね道を走ると、ね、もうパイロンくるくる回ってタイム気にしてるだけがバイクじゃないんですよ、ね、うね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 、こういうとこはねもう純粋にリーンウィズで、あのワインディング走るときですね、なんかこう怖い思いとかやべえっていうときあると思うんですけど、そういうときはねリアブレーキをちょっと軽く当てると結構安定して走れるようになります。リアブレーキを優しくちょっと引きずりながらねアクセルワークをしたりすると結構怖いところでも意外とリアにちゃんとトラクションがかかって、なんかまた荒れた感じになってきたぞ。おう、ミサ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 。霧おお、すげえすごい霧だな。霜降り高原というだけあってすごい霧です。なんでここまでここだけ霧が強いんだろう、まあ、そういう地形とか雲がたまりやすい地形なのかな。寒いな、ネックウォーマーが必要なぐらい寒いな。ついこの間まで暑かったのに。そんなわけでライダーノルマを終えまして、これからガソリンスタンド行ってガソリンを入れて帰る方向です。今現在時刻は14時35分。いやいいですね、こうね寒いだの暑いだのなんだの言いながら大自然の中をねこうやって走り回ると。全然見えない、全然見えない、全然見えないよ。いやー帰ったら洗車しないとな、これは。お疲れ様でした。